あの、キジ君？こんにちは。今日呼ばれたのって私だけなのかな。それでわざわざ呼んでくれたんだ。ありがとう。とっても嬉しいよ。これって誕生日デートってことかな。うれしいけどどうしたらいいかわからないよ。もし迷惑じゃなかったらだけど、新しく覚えたレシピを試食してくれないかな。ありがとう。じゃあ腕によりをかけてごちそうするね。岸くんが喜んでくれるのが私には一番のプレゼントだから。